すでにボルト軍の先発隊はこの町に向かってきているとの情報がこちらに入ってはいるが、我々は当初の予定通りこれからサグディードの塔に向かう。ボルト軍がこちらに向かってきている以上、途中で我々とぶつかる可能性は非常に高いが、それこそ望むところだ。ボルト軍の進軍を阻み完全撤退をさせることこそが我々の目的なのだから。だからみんな、塔にたどり着くまでの間も気を抜かず歩みを進めてほしい。いつでも戦闘態勢に入れるよう準備をしておいてくれ。ではこれより全員出立する。目指すはサグディードの塔。アス、いいからとにかくこっちに来てくれ。来ればわかる。アス、あのアルグレン様、早く事情をリジェルド様に。申し訳ございません、陛下。アス、こっちを見てくれ。どうやらボルト軍に先手を取られていたようだ。お触れにならない方がよろしいです。長くそうしていればいるほどそれは体から力を奪っていくようですから。それにどちらにしろこの扉は開かないようだ。どうやっても。おそらくボルド軍がこの扉を力によって封じ込めたのではないかと思います。おそらくは。どうした、アス。鍵？見せてくれるか。私にも見せていただきたいです。興味があります。これはサグディードと同じものを感じます。そういう意味ではありません。ただ、何というのでしょう。そう、同じ属性を感じるのです。不思議なガーディア。これは一体何なのでしょう。それに、確かにあなたのおっしゃる通り、これは鍵となっているようです。力が共鳴し合っているのが感じ取れますわ。
つまり我々にはもう一つのガーディアが必要ということか。しかし一体それはどこに。そのようだな。そして彼らはわざわざ僕たちのことを避けてマナフェと向かったのだろう。ついている頃かもしれない。そろそろ我々を避けるためにある程度の迂回はしているだろうから、それが唯一の救いだな。団長！ん？マナフに控えさせていた部隊の者か。どうした？団長、ご報告申し上げます。マナフにて緊急事態の発生が。大変なんです。今砦にボルド軍が来ていて、それで。ミーナ、なぜ君がここに。とにかくこのことをすぐに知らせなきゃって思って無理を言って連れてきてもらったんです。それで、実はルフィーナさんがボルド軍にさらわれてしまったんです。なぜそんなことに。あの人たちが知っていたみたいなんです。マナフに私たちがいるということだから、人質としてルフィーナさんを。それで今どういう状況なんだ。砦はすでに陥落してしまったのか。皆さん早く来てください。ルフィーナさんを助けに。どうか。わかった。そういうことならすぐに砦に向かおう。本当ですか。ああ、ただし全員をここから引き連れていくわけにはいかない。そうだな、第一部隊にのみ向かってもらうとしよう。了解いたしました、団長。頼んだ。そして僕も行こう。これは個人的意思として。ありがとうございます。いや、ルフィーナがさらわれてしまったのは同行を求めた私の責任ですわ。どうか私も連れて行ってください、アルグレー様。いえ、陛下はここにいらしてください。ですが。陛下は塔にて我々と共に戦うとおっしゃいました。逆に言えばそれ以外のところでもそうするとは一言もおっしゃいませんでした。どうぞ分かってください。お願いいたします。では明日シャサラトリデに向かう。ルフィーナを救うために。アス、今話を聞いたところ、我々が出て行った後、数時間ほどしてから一個中隊ほどの軍隊が砦にやってきたとのことだ。しかし、奇妙な点もある。先ほどまでは時折、中から人の叫び声が聞こえてきたりしたそうなのだが、今は至って静かなのだそうだ。ああ、それに、砦を陥落させたのなら、おそらくボルド軍は町へとやってくるはず。それなのに。
その動きもないらしい。とにかく行こう。今はルフィーナを助けることが先決だ。避けたか。我らの邪魔立てをする者は誰であろうが容赦はせぬ。行くぞ。どうだ、そちらの方は。そうだな、僕もそう思った。とにかく違和感だけがつきまとってくるんだ。とにかく早くルフィーナを探し出そう。居場所がわからないことには救いようもないのだから。
いや、たとえ誰であろうと、やはりこうして来ていたことに変わりはない。今回のことは僕の責任でもあるのだから。いや、バス、今のところは無事なようだな。私は無事でいて当然だ。心配してもらわなくても結構だ。潜めるようにしている。とにかく気だけは抜かないようにしよう。アス、本当に気をつけて。確かに。少しは頼りにしてるから。